はい、ありがとうございます。こんにちすいません、は。こんにちは。今こん日よろにしちくお願は。いしよまろしくお願いいたします。す。こちらこそよろしくお願いします。すいません、国会議員のお二人の貴重なお時間をすいません、頂戴して、今内田日さんのためなら。は。ありがとうございます。まだまだ全然疲れてない笑顔でいいですね。本当だ。いや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 、そんちょっな。とでも日焼けしました？最近毎日、天気がめっちゃいいんで、はい、結構個別訪問もやってるので、なはるほど。素い。晴らいい具しい。合に焦げてきました。まあ、これからが、さらに、なんと言いますかね、より気合を入れてやっていかなきゃいけないところなんですけども。まあ、なんとなく始まってるんですけど、なんとなく、よろし本くお願日はよろしくお願いいします。自己紹介とかはするんですか？そうですね。自己紹介 やりましょうか。ぜひ。じゃあまどうしましず、ょう。私は参議院議員の打越さくらです。お世話になっております。こちらこそお世話になります。ありがとうございます。今、211回国会中で、もう、西村さんがいる衆議院の方を予算が通過して、今、参議院の方に予算委員会がただ中というところで、これから私の所属する厚生労働委員会などでもですね、本格的に質疑が始まるところということで、週末、金曜日から月曜日かけては、しっかり地元でお声を承って、そして平日はしっかり国会中継を傍に見ながら自分の質問の準備をしているという感じです。今日は土田さんと西村さんと話をすることが楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いしすまごい、すごい、す政治家っぽい挨拶。で、どうしよう、どちらからかな。西村私じさんお願ゃいします。あ、誰？西村さんお願いします。じゃあ西村です。西村智奈美です。今日はよろしくお願いいたします。衆議院を予算案が通過しました。で、その前に私、2月に、予算委員会ですごい4回質問させていただいて、で、そのうちの3回が総理入り、そのうちの1回が、テレビ入りということで、途中ですね、例の同性婚をめぐる質問で、総理から、社会が変わってしまうという答弁を、引き出してしまいました。で、よそれかったからです。すごいの、仕事です。いや、本当にそれから1ヶ月ちょっとですね、こういった流れになってきているのは、ある意味、なんて言うんでしょう、非常に大きなチャンスでもあるんだけれども、ここで道筋をちゃんとつけないと、本当にこれから先も、LGBT に関する差別が残っていっちゃうなというふうに思って、ここは頑張りどころだなと今思っているところです。よろしくお願いいたします。よろしもうくお少し願いね、します。伺いたいところですけども、これはこれからじっくり伺おうと思います。そう。じゃあ、土田さん、自己紹介お願いします。よろしくお願いします。土田龍吾と申します。今年の4月の統一地方選挙ですね。新潟県会議員選挙の予定候補として今準備中でございます。上越選挙区から挑戦する予定にしております。よろしくお願いいたします。昨年の7月まで森裕子さんの秘書を約6年務めてまいりました。その間ですね、お二人の先生方には本当にもう言葉では表しくないほどこちらこそですよ。本当でおす。世話本当になにりま馬しになりまして、た。いやいや、とんでもないです。ちょっと私としても、森先生のちょっと勝利につなげられなかったというところで、非常に、忸怩たる思いといいますか、痛恨の極みだったんですけれども、森先生の選挙の後に、この県議選のお話を、この地元の梅谷衆議院議員と、秋山美恵子県会議員から、いただきまして、私もね、落ち込んでるわけにはいかんなと、ちょっとやっぱり今までの経験をしっかり、県民の皆様に還元できるような形で、私も頑張らなければいけないなと思いまして、今回、挑戦させていただくことになりました。で、今日は、
この新潟県の課題についてですね、ぜひお二人の先生方の意見もいただきながら、ちょっと意見交換させていただきたいなと思いまして、このような企画をちょっと、設定させていただきました。本当にお忙しい中、ご参加いただきまして、本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと今のお話で、土田さんと私の、なんていうか、出会いについてお話ししてもいいですか。はい、お願いします。森裕子さんのところの秘書でいらっしゃって、本当にいろんなところで、というのは聞いてたんですけれども、5年前、はい、新潟市長選挙を私たちが、仲間の候補、が立候補して、はいはい、それで、うんうんうん、私が選対本部長で戦ってました時に、うんうん、森さんのところからっていうことで辻田さんが応援に事務所に入ってくださったんですよね。それで、うん、なんか背の高い人が靴を履かないで靴下で事務所の中歩いてるなと思ったらそれが辻田さんで靴履いてなかったですよね、あの時ね。なんか、なんだろう、ね、この人はと思って。どうしてそんなことになってたんだろう。そうそう。いや、多分、どうだったんでしょう。スリッパが足んなかったのか。それは失礼しました。いや、わかんないですけど。失礼しました。あ、そっか。はい、ちょっとすり足で多分、こそこそと多分、お手伝いをしてたと思います。ありがとうございます。いやでも本当にあの時助けていただいてありがたかったです。いろいろと、うん、本当にありがとうございました。はい、2019年私が選挙に出る時にはい、最初から、はい、ね、秘書としてめちゃめちゃ、はい、応援してくださって本当にありがとうございます。あ、ね、すごい選挙でしたね、あの時ね。ありがとうございます、ね。あ、それで、はい、もう県政の課題といえば、はい、うんうん、はい、やっぱり、はい、ね、原発再稼働のこと、うんうんうん、それ西村さんね、この前ちょっと、再稼働の問題ってわけじゃないけど、この予算委員会で、なんかこう岸田政権がこう、はい、なんか、うん、あれ方針転換しない、今までの、ね、うん、自民党政権とまた一歩も二歩も踏み出しないっていう感じになってるわけですけど、うん、でそれまでどんな、うん、予算委員会だったかもしれません。はい、私たちは一日も早い原発ゼロを実現するということが、政策方針であるんですけれども、そんな中で今回GX の関係の法案、この前、閣議決定されてるんですけれども、うん、運転期間が60年を超えて運転することが可能になるっていう方針なんですよね。で、規制庁、原子力規制庁、原子力規制委員会と、それから資源エネルギー庁、ここが、やっぱりこう、安全に対する、意識が弱くなってるんじゃないか。で、今、結局、停止期間が長くなってるんですよね。検査だとか、柏崎刈羽なんかもいろんな問題があってずっと止まってるわけなんですけど、要はその最長でも60年っていうその年数にこの停止してる期間を含めないっていうのが今回の改変で、つまり70年とか、要するにその稼働し始めてから70年経ってる原発でも今後は動いていく可能性があると。で、原子力規制委員会ではこれで意見が分かれて、お一人の委員の方が反対意見述べられたんですけれども、やっぱりこう、通っちゃったわけですよね。非常に問題だなと思ってます。今までそんなに規制委員会でそんな多数決みたいな形で決まっていくってことはありましたっけね。記憶にないし、今回法案作る前に資源エネルギー庁と原子力規制庁の、職員が、事前に7回、非公開の場で
この法改正について議論していたっていう報道がありましたよね。やっぱりなんて言うんでしょう、まあ、やっぱり 3.11 を経験してきた日本が、あの時の反省をもとに、まあ、規制と推進を分けたわけですよね。でなんだけどそれがやっぱり不徹底になっていたっていうことと、特に今回はエネルギー需要がまあなくなってきてるということなのか、そこになんかこう付け込むように、この先の話を、まあ、しようとしてる、というのは私はちょっとやっぱり問題だなと思ってます。その、まあ、国の方でそうなんていうのかな、こうかなり原発についてこう前のめりな、まあ、そういう動きが出ていて、まあ、ここまあ、でも一応その岸田総理もこう再稼働についてはこう地元の理解、地元同意でしたっけね、それを得てみたいな、一応こう枕言葉のように言うわけですよね。だからそう結局こうそれがどういうことなのかっていうことが、あの地元同意ってどういう形のことを言ってるのかは明らかではないんですけど、そこで本当地元のね、新潟県な新潟県がどういう対応するかがとっても重要で、そのあたり土田さん、なんかこう新潟県だったらね、どんな考えしなきゃいけないかっていうのはありますかね。はい、そうですね、その、まあ、地元同意と言って、ね、話出てくるんですけども、まあ、結局法的根拠はないっていうのが一つあるんですよね、この地元同意に、まあ、事前協議をしなければいけないということで今、県と東京電力との安全協定にそういう形で確か書き込まれていて、まあ、その事前協議はしなきゃいけないっていうところは話としてあるんですけども、まあそういう中でやっぱり僕らとしては国の動きに大きくね、政策左右されてしまうので、やっぱ国の動きは本当によくチェックしていかなければいけないなと思ってるんですけども、まあこの新潟県で言えばやっぱりこの今新潟県で進めている3つの検証の行方っていうところをよりどころに、まあ花角知事は、まあ、判断をするというような形で進めていると思うんですけども、まあ、実はこの間の3つの検証の資料、この前私も説明会に行ってきて、なんかこの辺の資料もらってきたんですけども、ちょっと全部はね、読み切れてなくてあれなんですけど、まあ、特にやっぱりその避難とかそういうところの検証の中身が全然不十分だなっていう感触を僕は受けるので、まあ、その実効性のある避難計画とは何だっていうところもあるんですけど、はい、ちょっとそういうところで、まあ、今この手元にある資料を前提に、判断するんですかっていうところはちょっと私も花角知事にちょっと問い詰めてみたいなっていうのは、ね、ちょっとこれではとても、判断材料としては不十分なのかなっていうのは僕としては、ね、豪雪とかね、柏崎あったじゃないですか、まあ、なかなかそこら辺が本当にこう検証も済んでいない、済んでいないとかな、なかなか難しい中でどうするかっていうことで、なんかその西村さん、県議の経験もあるじゃないですか、はいはい、そういう時ってこうなんかこう地元のこう県議会の役割っていうかしら、そういうですね、実は私が県議会議員だった時にやっぱり東京電力の、不祥事があったんですよ、柏崎刈羽に関して、で時はね、県議会に、当時の平沼大臣だったんですけど、あの時はなんだっけ、経済産業省になってたかな、なってたな、経済産業大臣が謝罪に来ましたよ、県議会に。今からはちょっと考えられないことですけど、やっぱり当時、おそらく初めてぐらいのケースだったっていうのと、やっぱり地元の理解が必要だということで、大臣、県議会の壇上で、あそこ、ほら、演説台あるじゃないですか。はいはい、あそこに来て、あそこでお詫びした。
これ県議会が求めたってことですよね。求めたっていうことですよね。あるいはその政府の方、経産省が行かせてくださいと、大臣の気持ちだったのかもしれないですけど、そういうことありましたね。そのぐらいのことだと思うんですよね。今では考えられないっていうと、今はどうなんでしょう。今だって全然もう不祥事もなんというか、度重なっちゃって、自本当民です党の人たちだってこんなもうけしからんと言って頭から湯気出してる。だからこういう時こそ来ればいいのにね。で、一応その自民党もこの前、あれ今日だったかな、日報の記事とかで、割とこう、再稼働については慎重みたいなこう見出しとかで出るじゃないですか。そうすると、あんまりその県民の人たちにとっては、野党の人たちと与党の人たちは変わらないのかなっていう印象を受けるかもしれないんですけども、変わるんだよっていうことは言えるのかしら、どうですかね。どうでしょうね。だからね、それ違った。一応その与党の人たちもこう慎重にっていう、別にその本部、自民党の本部とは違うよと、俺たちは違うよっていう姿勢を見せようとしてますよね。でもそれとは本当はどうなのかっていうところがね、私たちは違うよってことを言えるかしらと思って。そうですね。どうなんでしょうね。まあ、多言分。えるって言ってほしいんだけど。いろいろ多分これからいろんな新聞社さんとかのアンケートとかで多分この原発の、再稼働の問題について、各候補どう考えてるかっていう話が問い合わせ来ると思うんですよ。その時にこうちょっとみんなどういう書き方をしているかそうっでていすうところで、ね。個別にやっぱり一人一人どういうふうに考えてるかっていうのをやっぱちゃんとチェックしなければいけないかなとは思いますね。そうですよね。やっぱり自民党の方が政府与党で決めたらですね、原発回帰の方に決めたら、別に従わない人たちではないですよね、自民党の県連の人。そうですね。そこは、あとは、花角さんの言ってる、最終的に県民に信を問うっていうところを、花角さんがどういうふうに考えて、どういう形で県民に信を問うって形を取ってきて、それを受けて自民党の人たちが、県議がどう考えるかっていうところをちょっと見定めるというか ないのか県民の信を問うっていうのはどういうふうにあるべきだって土田さん思います？そうですね。僕は、実はちょっと住民投票にはちょっとあまり、なんていうの、否定的と言いますか、あまりお勧めはしてない立場なんです。ちょっと、やっぱりその、結果に法的根拠もないっていうのと、やっぱりこの、もう再稼働、再生反対だけの、二元論でも、分断だけが最終的に、結果がどっちに転んでも、残っちゃうし、としかちょっと僕も思えなくて、やっぱり沖縄の辺野古の移設の問題でも県民投票やったりしてましたけど、やっぱりそれとか見てても、ちょっとやっぱ住民投票ってどうなんだろうなっていうのはちょっと僕も常々考えててですね。で、やっぱこの間、花角さんも2回県知事選挙をやって、その時に県民に信を問うっていう言い方を見てると、県知事選ぐらいしかないんじゃないのかなと個人的には、思っているところです。でも早ければもしかして今年のね、どこかタイミングで、ちょっと自民党の県議団なんかが、今こうやっている状況で、呼びかけるっていうか、問いかけるのかっていう疑問はあるんだけど、時期的に一つ考えられるのは今年の夏ではあるんですよね。そうですね。なんか県議会の決議とかそういう形もあり得るんですかね。それは花角さんの考えだと。そうですね。そこはなんか、
去年でしたかね、県会議員の小山さんがその辺結構、その県民の信を問うのやり方はどうなんだっていうのは結構しつこく聞いていて、そこはやり方については、ね、県議会での決を取るっていうところも、特段否定はしてないというか、っていうところだったんで、まあ宮城県はね、県議会の信を取っ、あの、決で決を取って進めちゃったっていう事例はあるので、まあちょっとそうなると、ちょっと、なし崩し的に聞かねないなっていうのは、非常に懸念ですよね。やっぱ県議会の決をと県議会で決を取るっていうのは、なかなかこう、結局は多数を自民党が、ね、占めるから、そのあり方は良くないっていう、そういう意味。そうですね。まあ、なので、ちょっと今年のね、4月の県会議員選挙は非常に重要な、まあ、原発の行く末を占う上では非常に重要な選挙になるんだろうなっていうのは、私も位置づけとしては、重く見てるところなんですけど、だから結局今のところはその自民党の方も再稼働ありきではなく、それについては慎重っていうような形で、記事にはなってるけれども、なかなかそういくだろうかと、慎重な議論とかするだろうかっていう、それはこう疑問っていうことかしら。そうですね。あと、もう僕がすごくその県議会でちょっとも問題だと思ってるのが、今、国会であれば、例えば議長は、まあ、第一会派の自民党さんから出てて、副議長は、まあ、立憲会派から出てるっていうような形だと思うんですけど、まあ、新潟県議会は先日ね、まあ、議長、副議長交代しましたけど、もう議長も副議長も自民党で、で、まあ、よくよく見たら、今、各常任委員会の委員長ポストも全部今自民党が牛耳ってるような状況なんですよね。で、そういう状況の、西村さんが県議の時もそうだったんですか？そうでしたね。でもそうで、ね、この前、大渕さんがしばらく前に言ってたけど、とにかくポスト、全部自民党が県議団が持っていったっていうふうに言ってましたね。特別委員会ぐらいは、一つぐらいはあったと思うんですよね。でも最近とにかくそのポストの問題もそうだし、発言機会も少数会派にはもう割り当てないという考え方がここのところすごく強くなってるというふうには言ってました、大渕さんはね。それはね、やっぱりその多数派っていうことだけでね、こう声が大きくというか、そういうずっと一貫して大きく扱われて、それが民主主義制ではないと思いますけどね。そこら辺が。それで、あとちょっとごめんなさい。もう一つ伺いたいこととして、土田さん、この前の集会とかでも、ジェンダー平等政策というか、そういうことについても意欲がある、終わりやってことをお話しされてたじゃないですか。その思いみたいなものも、教えてください。ジェンダー平等ですね。そうですね。まあ、本当にね、今回国会でも、まあ、同性婚の、への差別発言なんかもあってですね、まあ、今かなりね、注目されてると言いますか、皆さん関心が高くなってきたなというところで、まあ、実は僕、まあ、ちょっと同性婚とはちょっとまた別というか、違うんですけれども、僕自身、事実婚なんですよ。いわゆる、まあ、夫婦で名字をちょっと一緒にするのはちょっとどうしようかねっていう話をして、結局まあ、今のところは事実婚っていう形をとってまして、まあ、ちょっとそういう、ちょっと背景もあってですね、いろいろこのジェンダー平等の点は、僕自身も結構今までずっと、なんて言いますかね。まあ、人権の問題っていう観点からも、ちょっとこの新潟県議会の中で、ちょっとしっかり取り組んでいかなきゃなっていう思いがすごくあって、まあ、
僕としては新潟県のパートナーシップ制度を作っていけるようにちょっと取り組みたいと思っているんですけれども、まあ、ただその本当はね国政の方で同性婚の法制化ですとか選択的夫婦別姓なってもらえれば一番いいんですけれども、まあ、いわゆるなんて言いますかね、今この前もありました理解増進法に近いところはあるんですけども、まあ、まず最低限パートナーシップ制度だけでも県として始めなきゃダメだよねっていう議論は、していかなきゃいけないなと思って、公約の中にも、はい、それは入れさせていただいているところでございます。一つ質問していいですか？はい、そのパートナーシップっていうのはその、同性カップルについて、今その例えば選択的夫婦別姓認められてない状態だから、異性婚でもね、事実婚で、はい、まさに土田さんが実践されてるような、そういう方たちも使えるようなパートナーシップ、はい、そうですね、僕はぜひそれは入れたいなというとこですね、はい、土田さんと同じぐらいのね、まあ、30代とかそういう若い方たちの中で、はい、そういうこうなんでそれが、ね、実現されないんだろうとかそういう仲間の声とかも伺うことありますかね、うん、そうですね、まあ、やっぱり、うん、まあ、まさにねうちの妻がその辺は結構、はい、特段なんていうんですかね、名字を同じくする理由が特になかったっていうか、自分はね自分の名字を持ってて、うん、僕は僕の病院を持ってて、じゃあそれをわざわざどっちかに結婚するからといって統一、まあもちろん統一したいっていう方はね、するっていう形で全然それはいいと思うんですけど、そこは選べていいでしょうっていう話をやっぱり、まあまさに妻からそういう話はやっぱりそのどうするかっていう話をした時に結構いろいろ話をしましたし、うん、やっぱり僕らの世代とかだと、うん、なんか事実婚的な人って結構周りにもいるなっていう感じは、はい、まあ、でもどの世代でも多分いらっしゃるのかなと思うんですけど、うんうんうん、でもそれでもね、なおかつ全然こう国会は、そうしたなんていうのかしら、選択的夫婦別姓とか、うん、はい、認めない状況にあって、まあ、これはまだまだ、うん、壁は高いって感じですかね、うん、西村さんどう思います？壁高いですよね。今朝もね、うん、内越さんと我々ソジ PT っていう部会ですよね、部会があって出てきたんですけれども、うん、はい、まあ、やっぱり選択的夫婦別姓、それから LGBT 差別解消法案、うんうん、それから、まあ、同性婚、婚姻平等、うん、なんかやっぱり根っこは同じじゃないかなっていう気がするんですよね。なんかその、まあ、一つは支援団体、旧統一教会、はい、日本会議、神道政治連盟、みたいなところに支援を受けている、これ私が言ってんじゃなくて、今日の今朝のヒアリングの、はい、講師先生が言ってられたことなんですけどね、まあ、そういったところから支援を受けている、まあ、自民党の候補者ないしは議員は、うん、やっぱりそういうところに縛られるんじゃないでしょうかというふうなことも言ってたし、なんか結局その男は男らしくとか女は女らしくとか、まあ、結局みんなこうそこにつながってきているようにも思って、うん、でだからそういった政治構造を、まあ、選挙を通してオセロひっくり返すみたいに少しずつでも変えていかないとやっぱり実現しないんだと思うんですよね。で実は自民党の中でも例えばですけどね、同性婚賛成ですって言ってブログに書いてる人とかいるんですよ、はい、であと、まあ、選択的夫婦別姓だって自民党の中に議連があったりもしますし、ここで聞くと、まあ、みんな、まあ、やってもいいよねっていう人もいるんだけど、党全体になるとやっぱダメなんだよね、ダメだね。だから、それは私が長年選択的夫婦別姓のロビーをしてね、
としてはね、もう本当に愛想よく、どうだろうね、いいよね、いいねって言ってくれる人はいっぱいね、自民党もいるんだけど、党内で頑張ってくださいよっていうね、そこは全然、もう本当に、やっぱりこう根本的に、その選択的夫婦別姓にしても、同性婚にしても、こう個人の尊厳とかね、そういう平等とか、そういうところを大切にするか、いや、そんなの、嫌だよと、根本的にダメ、そういう家とかなんていうのかしら、そういう形がいいんだと、平等じゃない形がいいんだっていう、そこのすごく大きな対立点なんだなっていうふうに思っていて、ここは、個人の尊厳とか知らないよと、高額献金を出しなさいっていうね、やっぱりそういう反社会的って、岸田さんも言った、そのね、旧統一教会、まあ、そこの、関係というか、やっぱり選挙の応援ってだけじゃなくて、やっぱりこう考え方もね、こう割と今日、なんていうか、こう共通なところがあるから、応援とかね、していただいてたのかなと。で、そこでほら、その新潟の県連、自民党の県連は、自民党の県連の中、各地の県連の中でも、こういくつか旧統一教会と関係を遮断するとか、そういう宣言しない、そういう方針を明らかにしないところじゃないですか。そうですね。なんかね、調査そしれないんで、です。そうそう、調査もしない。調査もしない。それっ全て結国、局何っていうことですよね。そうそう、全国で12の、都道府県連が調査もしない、関係を遮断するという宣言もしないっていうところに、新潟が入ってるんですよ。いや、つまりこれって、この先も関係遮断しませんよっていう宣言だっていうことなんだと思うんですよね。あれほど大きなその被害を生んでおいて、まあ、さっき内子さんも言ったけど、総理自らが反社会的な、まあ、団体と、まあ、いうふうに言ってもいるところとの関係を、実はやっぱり総理も言えないっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。で、私も質問したんだけど、都道府県連と今、意思疎通を図ってますと。どういう意味なんでしょうね、意思疎通って不ね。思議でしょ。不思議ですよね。意思疎通図ってます。どういう意味ですかね。どういう意味ですよね。どういう意味ですかね、意思疎通ってね。参議院で聞いてください、内越なんさんですかに。ね、こう、お願いします。つぶやいてみたって感じなんですかね。つぶやく。そう。意味は分かっ言て、ってみた。言ってみたって、本当に意思疎通です。そこって、それはもうなんかすごくこう、その関係を遮断するとか、その、やっぱりこう、反社会的とまでこうね、評価しておきながら、それについてこう、もうなんかこう、もう選挙前までこう、ね、静かだといいなって、あんまり注目されないといいなって、ほとぼり冷めてたらいいなっていうような姿勢にしか思えないんですよね。本当そうですね。そこは本当にこう、この選挙の時に、皆さんに気づかれないまま、スパッと当選させてほしいなって。それについてどう思います、土田さん。そうですね。そのパートナーシップ制度のところだと、それこそ、花積さんもね、ちょっとここ、いつちょっとコメント出てたりしましたけど、これからなんか県民への、その同性婚などに対する意識調査をこれからやると、いう話をしてびっくりしるんた。ですね。意識調査って何やねん。何やねんですね。その結果でどうだったらどうなのっていうか、そもそも、もうこれはもうこの間ずっと、立憲民主党の皆さんが、この今国会でも、指摘されてましたけども、やっぱ人権の問題だっていう意識がやっぱり花積さんにも全然ないんだなっていうのが、やっぱこの発言からも見て取れる、ます、見れ、取れますよね。もうやっぱり今、もう既にそういう多様な方が存在をしていて、権利が認められてない状態があるっていう現状認識がないんだろうなっていうのは僕もちょっと見てて驚いちゃったんで、ちょっとやっぱり私としてはちょっと知事の人権感覚をちょっとやっぱり議会に問い詰めてやりたいなっていう
ところはそうですね。なんかそこは本当に おっしゃる通りで、こう、うんうん、世論がどうであってもその人権とか平等の問題なんだからっていうこともあるけれども、うんうん、まあ今、うん、最近はそのね、西村さんとかいろいろ仲間たちがね、質問してくれた、その成果でこう世論調査もされるじゃないですか。うんうん、そうすると、同性婚にしても、まあうんうん、私が長年取り組んでいた選択的夫婦別姓にしても、かなり、特に若い世代はね、ものすごい高い割合で、容認賛成派じゃないですか。で、それで世論の方がずっとこうね、行政の方たち、政権与党よりもずっと、理解を増進されてると。こういう状況で、なんかこうね、もう本当に権利や平等の問題だから、それ世論は世論の問題じゃないぞと言っても、世論ももう容認してると、賛成してるという状況で、うん、政治だけがこう、かたくなに動かないって、うん、これ、なんとかしたいですね。いやー、なんとかしたいですね、これは。うん、1週間、10日ぐらい前、2週間くらい前だったが、全国の23人の知事さんたちが、うん、あれ、茨城県知事が呼びかけだったと聞いてますけど、はい、ちょっと私確認してないんですけど、23人の知事さんが、要するに LGBT の、まあ、権利保障のためのいろいろ制度が必要だっていうアピールを確か共同でされたんですよね。なんか自治体の方がそういう、こう住民に近い分だけ人権感覚っていうのはまあ分かってるところあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、実際にまあ新潟県内だってパートナーシップ制度導入してるところあるけど、まあ仮にそれでですね、社会が変わったかって言われたら、変わってない、なんか社会が変わるっていうことについては結構いろんな読み方もあるんだけれども、仮にじゃあその、変わると してもですよ、変わってないじゃないですか。パートナーシップ宣言 したい方はしてるし、そうじゃない方はそのまんまの暮らしをしてるし、でそういう意味でも全然変わってない。で他方で、むしろそのさっき土田さんが言われたみたいに、もう内越さんが言われたみたいに、若い人たちは、いや、そういう人たち隣にいるよとか近くにいるよとか、なんかそういう感じじゃないかなと思うんですよ。だから多分社会が変わってしまうということはないと思うんだよね。でも、まあ、私はね、むしろなんていうんですか、やっぱりLGBT の方たちの方がこう調査すると、自殺願望、自殺願望、そういうものとかって、やっぱり差別とか、やっぱり自分はおかしいんじゃないかとか、そういう思いもあるから、むしろこうそれは当然権利として保障されるよと、平等だよというふうに、こうすごくメッセージになると思うんですよ、その制度とか。だからそこは素敵に変わるというか、もうすごく素敵に変わる。そういう人たちが自分はこう生きていきたくないとか、そういう思わないような社会にしていくのが政治の役割だなと思うし、そこがこう国が、まあ、私たちがね、私と西村さんが国を動かしていかなきゃいけないけど、やっぱりより住民に身近なところとしてね、で国も動かすんだしね、こう土田さんの方で動かしてほしいなって感じがありますね。そうですね。いや、そう、僕も、その昨日の石川大我さんの質疑、ちょっと私も昨日の夜、してて、びっくりしたんですけど、その、まあ、同性愛の方々とかの、やっぱ自殺のね、割合が多いっていうの、僕も知らなくて。自殺燃料ですね。自殺死っていう気持ちが高い。6倍だって言われても、うん、聞いたことあるんですけど、自殺 の統計って、自殺の統計ってすごく ざっくりと、ざっくりしてる、ね、経済問題とかそういう風になってるから分かんないんですよ。そういうことね。分かんないけど、でも多分多いんじゃないかな。自殺燃料、うん、自殺したいっていう気持ちがどの程度あるかっていうのでいうと、当事者の子供と、まあ、うん、そうじゃない子供が6倍違うって言われてます、ね。うんうん、ああ、なるほど。うん。そうだったんですね。まあ、それこそ、新潟県、自殺者数が非常に多いんですよね。おっとっとしは、その自殺死亡率が全国で3番目に悪かったんですよね。うんうん、そうですね。
まあ、去年は、まあ、少し、まあまあ、改善して、まあ、11位だったと思うんですけど、まあ、それにしたってやっぱそれだけこの新潟に住んでる方々の中で生きづらさを感じている方が、ね、多いっていうことだと思うので、やっぱりそういう、うん、なんていうかな、人権感覚っていうか、あの、行政に関わる公人、特に公人のね、人たちの人権感覚って本当にこれからより重要になってくるんだろうなっていうのも私もすごく思ってるんで、そこはちょっと、特に花積さんには、しっかりね、はい、取り詰めたいなと思ってるところでございますね。あと、最後に一つ聞いていいですか？はい、はい。やっぱり、うん、あの、土田さんぐらいの世代だと、うん、こうやっぱりこう、さまざまに暮らしとか仕事に大変な人もね、うん、多くて、うん、でも政治っていうものがこう、うん、こう自分から遠いような感じでね、こう、うん、なかなかこう政治を志すっていう方は少ないかもしれないんだけど、はい、まあ、すごくね、土田さんが、うん、自ら頑張っていこうと思ってくれるのはとても嬉しいんですけど、そのこうファッションというか、どうしてそれを自分がやろうっていうふうに思うのか教えてください。ファッションそうですね。あの、まあ、ちょっと自己紹介の時に私言うの忘れちゃってましたけど、あの、私自分で今、まあ、八百屋を一応経営しておるんですけど、まあ、その八百屋だけやってた頃もですね、結構いろいろ街で、あの、自分たちでイベントをやったりとか、こう、いろいろ街づくりの、まあ、例えば、空き家をこう、リノベーションして、いろいろ新しい取り組みをやる仲間たちといろいろ、なんていうんですかね、街を盛り上げようってことで、こう、この上越市で取り組みをやってたんですけど、やっぱなんかこう、街が活気づくようなことを僕もしっかりやっていきたいなって思ってきた中で、まあ、その中で、まあ、森先生とご縁があって、こういう、まあ、政治の世界に僕も入って、まあ、やっぱりそういう政治の力も絶対的にね、その街づくりをしていく上で必要だなっていうのも、この間、まあ、森先生の秘書をやっていく間で、あの、僕もすごく強く感じたところだったんで、まあ、やっぱこういうね、経験をちゃんとこう、自分たちのね、周りの仲間と協力しながら、街づくりとかに生かしていきたいなっていうのが、あの、すごく今もあってですね、あの、この前の決起集会に、まあ、僕の友達で結構、街づくりにね、いろいろ関わっている人たちが、あの、まあ、一年復帰して応援のスピーチをしてくれたりっていうのもあったんで、うん、やっぱりそういう人たちとこれからもこう、いろいろ意見交換しながら、あの、住みやすいというかね、住んでてやっぱこう、楽しいというか、うん、まあに、ここに住んでてよかったなって思える地域をみんなで作っていけるような取り組みをね、していけるように、まあ、まずは4月の決戦に勝たなければいけないなという今、思いで活動しているところでございます。はい。それで、あともう一つ、すいません。はい、その、なんていうか、こう、うん、割とこう野党じゃなくて自民党じゃなきゃね、あの、うん、政治ができないんだみたいなことを言う人がいるわけなんだけど、うん、私、西村さんは全然そんなことなく、むしろ、野党がしっかり出していかなきゃと思ってるんだけど、辻さんは、こう、あの、はい、こう、あえて自民党じゃなくてっていうのは、思いがあるのかしら。そうですね。まあ、やっぱり僕はもう、皆さんご存知の森裕子先生のところで、6年間秘書を務めてまいりまして、やっぱり本当に、公権力と、もう全力で戦う姿っていうのを僕もずっと間近で見させてもらってて、まあそれは国会だけじゃなくて、やっぱり地元に帰ってきても、本当に地域の、皆さんのために、この国会議員という役割の中でどういうことができるかっていうのを常に本当に森先生全力で考えて、で、国会に戻って戦うっていうようなことを本当に間近で見せていただいてたので、やっぱりその姿を、うん、見てると、なんて言いますかね、長いものに巻かれる的なものはもうちょっとやっぱり私の感覚には合わないですし、やっぱりその、まあ先、最初の方にちょっとお話しした、今県議会がね、もうとにかくもう停滞しちゃってるっていうか、もう、やっぱりその、まあ、その委員会の委員長の采配とかのところもそうなんですけど、やっぱりもう、とても公正公平な議論ができる環境が
整ってないなっていうのがやっぱりあると思うので、まあ、そこはね、うん、ちょっと本当に声を大にしてちょっと戦っていきたいなと思っているところでございます。はい、すいません、じゃあ西村さん、あの県議としての、うん、ね、先輩でもあるし、あ、そうですね、あの一言エールをお願いします。はい、お願いします。やっぱり県議会に異質なものって必要だと思うんですよ。あの異質っていう言い方がいいのかどうかっていうのはあるんだけれども、結局今までや、あの自民党の議員が圧倒的に多いんですよね。それでそこがみんなでこぞって少数会派の発言時間、発言権を減らそう減らそうっていう方向に、まあ、流れてきてるということが、私は今の新潟県の人口減少なんかにもつながってきてるっていうふうに思うんですよ。やっぱ緊張感がないって言ったら、まあそれで終わっちゃうんだけれども、なんて言うんでしょう、慣れ合いになっちゃってる。うん、そこをやっぱりあの切り込んでいって変えていく。でその時に、私はあの自分自身が1期4年間県議会で仕事した時に、私当時民主党公認だったんですけど、うん、民主党公認の県議会議員って実は私1人だったんですよ。でだからあの仲間がいるっていうのはすごい大事だなと、うん、もう本当に身に染みて感じていて、あ、もちろん、うん、あの他の、方々と会派は一緒に組んでて、うん、だから、うん、あの合計6人の会派だったんですけれども、うん、だけどやっぱり、まあ、そんな状況で、本当仲間増やしたいっていう思いは、今実際に県議会の中にいる人もすごい強くそう思ってると思うし、で土田さんがあの県議会に入ってくださればすごい大きな戦力になるのは私は間違いないというふうにあの確信してます。もう間違いないって確信、なんかすごい本当にそう思ってます。なので、今まあ選挙告示まであと1ヶ月ぐらいですよね。1ヶ月もう切っちゃったよね。あと3週間くらいですよね。今一番苦しいとこだと思うけど、もう1週間かもう2週間するとあのもうなんかあのファあの何あの高い山を登ってる時のように、何ていうかちょっとこうハイな状態に、ランナーズハイみたいな、あのような状況にあの、はい、なってくるんじゃないかなと思うので、あの本当、苦しいと思うけど、あの頑張ってもらいたいです。であの声を上げることができない人たちがいっぱいいるから、あのそういう人たちのところに、まあ、寄り添うっていうか、そばに行っていくっていう、そういう気持ちをあの忘れないで、うん、頑張ってもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。今その西村さんのお話で私も思い出したんだけども、あの選挙の時に本当に拙い感じ、こう、うん、ね、各地で本当に短い演説をこうして、なんか言いたいないと思いながらこう、ね、どんどん移動せざるを得なかったんだけど、うん、でもそれでもすごくこう直接メールとかでね、私の話を聞いて、非正規雇用の男性とか、うん、あの、うん、あとは何だろう、障害を持つお子さんのお母さんとかが、うん、こうすごく期待してるとかね、そういうメールとかいただいたりしたんですよ。すごくもう、なんか私がどういう人たちを支える政治に変えていきたいかっていうのを、うん、本当に、ね、一生懸命言ってると、こうそう細かい政策を言えない、時間がないか言えなくても伝わるんだなって、すごく嬉しかったんですよね。でもそれはあの土田さんがこうさっきおっしゃったように、人権とかね、そういうことを大切にする。うん、それがあの当たり前のこう政治に、県政にしていきたいっていうようなこと、うん、自殺も多いとか、そういうことはどうなってるんだろうと、こんな県知政でいいかっていう思いっていうのはね、こう全部言わなくてもこう思いを込めてお話していただければ伝わっていくかななんていうふうに期待してるし、あのすごく謙虚なお人柄がいいけれども、みんなもギラギラとね、私はっていう人が多いから、もっとこうそのね、本当にこう、はい、真っ当なところでガンガン打ち出してやってほしいなと思います、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、今回はこれでよろしいでしょうか。はい、はい、すいません、ちょっと長時間にわたって、はい、お時間いただいちゃって本当にありがとうございました。はい、私は謙虚だから
いや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 。でも頑張りましょう。はい。はい、絶対、はい、勝ち上がって、はい、はい、ね、皆さんに恩返しできるように頑張りたいと思いますんで。やった、研究で。